館山市では、カピバラの赤ちゃん5頭の展示が行われています。5頭は先月26日に生まれたばかりで、兄弟同士でじゃれあったり、1つに一つに固まって眠ってみたり、愛くるしい姿を見せています。訪れた家族連れは、5頭の赤ちゃんを写真に収めたり、大人のカピバラに餌をやるなど楽しんでいました。